松下真一は、日本の現代音楽の作曲家、数学者、物理学者、宗教学者,学者、哲学者である。大阪府茨城市生まれ、大阪府立旧正茨城中学校を経て、旧正第三高等学校に入学する。この間に、父、松下久一より作曲を、中村義春に、ピアノと、火星、長井智恵に作曲と歌声、火星、 朝日野隆史に指揮を指示した。幼少の頃より、音楽、文学、科学や、天文学に関心を抱く。中学時代より、ミヨウ、ドビュッシー、オネゲル、ストラビンスキー、バッハ等の楽曲に親しむとともに、12音技法の思祖、ヨーゼフ・マティアス・ハワーの思想に傾倒し、13歳で最初の公共曲を作曲していた。 1957年に山形茂太郎、徳田雅彦、前田和夫、中瀬子は沢田志郎、網代英座、本田修二らと新作曲家集団を結成した。一方で、数学者としてエルランゲン大学で特別講義を行うなど、位相解析学の世界的権威としても知られる。ただし1960年以降は、数学の論文は残しておらず、彼が、 転校したと語った宇宙物理学の分野でも彼の単調論文は見つからない。九州帝国大学理学部同大学院へ進み、1945年終了。数学、位相解析学専攻。1949年に大阪市立大学理学部助教授に就任。1965年にはドイツの数学者。 パスカル・ヨルダンに壊れ、ヨルダン大数の共同研究のため、ハンブルク大学客員教授、及び国立理論物理学研究所の客員研究員として通し、1980年に帰国するまで15年間にわたり、ドイツのハンブルクに滞在。帰国後は宗教と哲学について、いくつかの雑誌に寄稿があるほか、若干の啓蒙書が執筆された。絶筆は、 原楽四重奏曲。かつての軽井沢の作曲コンクール同着優勝の竹光徹が国際的な名声を得るのとは対照的に松下の作品は渦もれてしまった。ありがとうございます。